それでいいのだろう。皆様こんばんは。こちらなんですけど、今日アビバーお疲れ様でした。ありがとうございました。今日も初見さんの方がもう3名様も来られて、めちゃくちゃ楽しくて、常連さんの方も来られてすっげー楽しかったんですけど、ロア君昨日お寿司食べてたから、じゃあうまそう、今日握ってきたよって言われて、マジっすかっつって、いやこれなんかお惣菜と作ったって言われたから、作って持ってきたって言われて、リスナーさんがね、もうこんなね、みんなね、お疲れ、まったく。でこの服ももらったんだよ。服もらった、なんか早速着たんだけど、早速着ました。この服を、服ももらって、なんかこのね、ですごいのが、これネズミ色の服もらったんだよね。で俺今日ネズミ男、今日見てネズミ男、てれれー、ネズミ男じゃない、ネズミ男、全部ネズミ色ネズミ男来たんだけど、ネズミ男やべえ。あー、ということでこちらいただいたんで、夜食なんでいただきます。夜食いただきます皆さん。こちら、うまそう。やべえ、これまた太るで。お塩どうぞ。これで塩をかけて食べるんだって。すげえ、塩で食うとか初めてなんだけど。おー、ちょっと待ってね、今かけてる塩を。うわー、すげえ、塩で。そうだね、いただいたこれを食べて今日はゆっくりしようかなと思って、これをこうレモンをかけると。いや、これ作って持ってきたって言われたから、リスナーさんありがとうございますって言って、いやー、うまそうじゃない、めっちゃうまそうや。いただきます。ちょいい、これで大丈夫、カメラアングルとか大丈夫か、カメラとか大丈夫な感じですか。あ、カリアさんありがとうございました。本当にスメロさんいらっしゃい、ラブローさんいらっしゃい。そう、いろいろ惣菜の方をいただいて、おい、お前 NG 入れるぞ、調子乗んなよ。ということで、はい、いただきます。夜食、昔同盟の声優で見たんだが、うん、さっぱりしてる、うまい。ワディさん、ありがとうございます。食ってます食べてます。めっちゃうまいんすけど。やべえ、超うまい。
ちょっとちょっとパソコン落ちた。ごめん、パソコンが落ちた。パソコン落ちちゃった。ちょっと待って。やります、あんこちゃんも起動しました。パソコン浴びった、完全に。完全に浴びった。イオンにもある。ま、あーあああちょっと、ああ最悪、ちょ、あバラバラになった。最悪、うわ、やっちゃった。食べるけど最悪、危ない。塩、塩がこぼれなくてよかった。いや、こぼれたか。あ、やべ、塩もこぼれてる。やべ、浴びってる。あ、やべ、浴びった。もう完全に浴びった。うわ、戻りました、すいません。で、この服ももらっもらって、もう早速来た。嬉しすぎて。いや、ロア君、服ないでしょって言われて。超ぴったり、しかもぴったり、サイズ、サイズぴったり。ねえ、なんか、こう、もうウキウキで来た、もう すぐに。すぐに来た。ちょ、やばいやばい、なんか おかしくない、ちょっと。ちょ、おかしくない。オッケー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 。ちょ、待って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 。ちょ、カメラアングルが。ちょ、変になった。おあーだだだだ、ちょ待って、ちょ、おかしい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 よ。ちょ、おかしいよ。ちょっと、こっち移動か。オッケー、いいか。よし。ちょ、俺、ガリは食えないんだよ、ガリは。ガリは食えないんだよ。あ、うめえ、うまい、うまい。感想系はコツです。新人オフ参加したらアビバーの常連さんが参加してて楽しかったです。アビバーもぜひ行きたいと思いました。少し焼けた？なんかたくましくなったね。どんな風にうまいんだ。ちゃんと気にしてマイク消してるってマジ。さっぱりしてる、寿司が。うまい。いや、うまい。これはこれでありだと思う。いつも醤油でしか食ってねえから、醤油とわさびでしか食ってないから新鮮、さっぱりしてる。あー、美味しかった。まあ、いや、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あっという間に食べてごちそうさまでした。いや、これリスナー、バーで、バーのリスナーさんに、こう、差し入れでいただいたんで。いやー、ありがたいっすよ、もう食べるものいただけなんて、本当に。これ夜ご飯ですよ。あー、これまた太るな。やべ、この時間に食う。また太る。また太る。もう顔パンパンだもん、顔が。やばいやばい、もう本当にやばい。ちょっと本当に危機感を感じてきた。ちょ、ブラザーと歩かないとな。ブラザーと歩かないとまずい。ちょっと本当にやべえ、やばいやばいやばい。ちょっとまずいぞ。バー君で何差し入れしようか楽しみです。あ、バー
来られますか。ありがとうございます。いや、もう何でもいただければ本当に、なんか差し入れなんて別に なくてもいいんですけど、ありがとうございますって言って、いや人7人、今日7人も来られました。で初見さん 3名様。浦田って近くに住んでるの？浦田近くに住んでる、うん。今日この服までいただいよ、こ服だよ、服こ服よ、服ほら服服だよ、服までいただいて、こんなね、しかもかっこいい、こんなネズミの服で、今日のファッションチェックして、みんなファッションチェック、ファッションチェック、ロアのファッションチェック、ロアのファッションチェックどう？すごくない？今日ネズミ男イメージしました、僕ネズミ男です。でな、こんなんまああれなんだけど、まあ部屋着なんだから、まあいいけど、いいけど、ネズミ色にネズミ色で、これちょ本当にこれどっか着て遊びに行こう、これ今度いただいて、いいよな。まあ今日もね、アビバー終わって、まあ、放送してるわけですけど、やっぱりこう毎回ね、こうやるごとにこうお客さん増えてって、みんなみんなが来てくれてね、いや下は変えるよまた、うん、やばいやばい、食いすぎた。まあ毎回やるごとにさ、お客さん来てもらって本当にありがとうございますっていう、まあ次回ちょっと8日の水曜日またやらせていただきますので、やにゃんちゅう、いやもう本当にお願いします。なんか全然ついていくんで、ご飯は、ただね、美味しいご飯を食いすぎてちょっと若干浴びってきてる、ちょっとやばい本当に。いや今日もさ、ブラザーのさ家の近くまで歩いたんだけど、ブラザーがさ、何人来た？俺今日もちょっと ブラザーがいたから、ちょっとあの帰りなんですけど、ブラザーに、ブラザーが、俺今から放送するからタクシーで帰るよって言い始めたから、ブラザーが、いやブラザータクシー代もったいないっすよっつって、でもったいないし歩かないと痩せないっすよって、俺ちょっと一緒に歩くんでっつって、俺もやばいから。6月は毎週水曜日で OK、 ただ月末ちょっと違うかも、月末ちょっと違うかも、8、15、22はやる。でブラザーと話しながらさ、またさ帰ってさ、お寿司もらったから今食べてた、で食べたお寿司食べた、あと服ももらってさ、もう本当にブラザーは金のこと気にしないと思うぞ、いやありがとうございますっていう、これ本当に、いや本当にいい服、めっちゃやばい、嬉しい。そのうちのどこかに行くんで、あ、ありがとうございます。59個目さん、お待ちしてます。おはようございます。にゃんちゅサラリーマン、あれだな、やっぱ仕事の後とかになっちゃうね、やっぱ時間帯的に。いやまあ今日は普通に夕方からバイトなんですけど、もうね、もうその夕方、バイトもね、もう楽しいし、バーも楽しいし、で他にももう一個仕事っていうかバイト増やしたから、なんかもう毎日楽しいんだよね本当にね。もうこう皆さんとこうバーでこういろんな人と出会えるし、まあ仕事は仕事で楽しいじゃん。でお金もちゃんともらえるしね、やっぱありがたいっすよ。で飯もさ、そんな困ってないしね、食べるものも、ブラザーもおごってもらえるし、なんか差し入れもいただいてね、本当にもう生きてますよ、もう立派に。今度水曜日休んでいくわ。あ、にゃんちゅうマジでありがとう、お待ちしてます。にゃんちゅうとはさ、もう本当にだってあれだもん、ピンク、そうピンモー帽子、いやーそうだよ、もうにゃんちゅうさんって僕放送する前からなんだよ知り合いなのが。そのピンクモーモン帽子 とトンブレソンブレロってあったんだけど、それがなんか紹介キャンペーンであった時に、そのニャンチューと知り合いになった、なんかその一緒になんか紹介、初期村でさなんか紹介したかったから、なんか連投してて、なんかそこから知り合って、でニャンチューの分も僕が紹介したみたいな過去があってね、そう充実しております、楽しいですございます毎日毎日。俺もそれ、お金より人との出会いが楽しい、楽しいっていうより嬉しいんですよね。ああありがとうございます。なんかやっぱ人と人との出会いの場をね、まあブラザーのおかげですね、まあ なんだかんだブラザーのおかげですよね本当に。なんかちょっとバカにしてますよ結構最近なんか鳥木の唐揚げとか言ってバカにしてますけど、
いや、まあブラザーのおかげですね、本当に。それは思いますね、毎回。今日は雑談会。あの時もう一人いたやろ、あれキャバ嬢。お、マジキャバ嬢。今日雑談。てか、リスナーさんにいただいたこのお寿司も美味しかったし、だからこう具現化してんだって今ホクロ。あの、僕具現化系の能力者なんで、ホクロはちょっと具現化してます今。いや、まあつけといた方がさ、やっぱ縁起いいかなと思って。これ実は消せるんですけど、僕ちょっとこうないとちょっと放送できないんですよね。もう今日も、いや今日楽しかったな今日は。まあちょっとあんまりお客さんのことって喋れないんですけど、ご夫婦で来られた方が今日いらっしゃったんですね。ご夫婦で、もうそれがさ、もう理想の夫婦、もう俺からしたら本当に羨ましいって。いや、そのさ、夫婦、ご夫婦で来られて、やっぱそのご夫婦のさ、なんか仲とかあるじゃない、仲っていうか、まあ仲いいなとかあるじゃん、いろいろ。もうね、理想、ほんまに理想の夫婦、もう羨ましいもん、本当に。そういう羨ましいなって、このご夫婦、ご夫婦で来られたんですけど、もう本当にそのご夫婦の、あの旦那さんが、僕のことよく見てますって言われて、でちょっと笑ったのが、なんかその、ね、ちょっとなんかそのいろいろ話してて、そのあの、まあ奥さんの方はそんなにニコ生とかドラクエとか、まあやってないらしいんですけど、なんか旦那さんがやられてるの見て、なんかあの、なんかサイコロ振りながら、なんかあのでっかい声出してる人面白いよねみたいな言っててなんかサイコロ振りながらでかい声出して面白い人 いるみたいな話してて、それブラザーじゃねえって言ってそれフィクサーじゃねえってなって、ちょっとそれ笑ったよそこ。超面白かったよねサイコロ振りながらで、いや それあのブラザー社長なんですよって言って、そのいや、そしたら、あ、その人面白いですってなって、いや面白いよね本当に。いや、そう、心の、いや、ギムトさん心広かったですよね本当に。心の広い女性っていう意味では、うん、いや本当にね、いやすげえ楽しかった。中1のなんだ娘より、知らない知らない、その辺は言えないですけど、でも本当にやっぱ夫婦の仲がいいっていうのは、バーにロア以外誰いるように、いや基本的に僕しかいないよ。いや、たまたまブラザーがさ、なんかいたから、うん、たまにいる、たまにたまにいる。基本的にあの俺の日は一人でやってる。あ、アーリアさん今日もありがとうございました本当に。ギムトさんもありがとうございます本当にね。よく来てくれる方がいっぱいいるから、本当にこう感謝しかないよね。だからさ、ブラザーがさ、そのなんか天狗になったらダメだぞっつって、いやなってないです本当に、もう毎回毎回ありがとうございますって心でやっておりますって言ったら、おお、お前その心だぞっつってブラザーが言ってた。で、どこにある、あの横浜の館内にあります。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。まあ、夫婦で見られてるのは、やっぱり嬉しいよな。うるせえよ。いいだろ、もう。気持ち悪いのはいいんだよ。ここでやってる。いやー、でも本当に、まあもうご飯食べたんで終わろうと、もう話すことも、まあ今日もアビバー楽しかったよっていうのと、まあやっぱりあれが良かったよね、あれが良かったよ。ちょっと待って、あのやっぱり夫婦、ご夫婦で来られて、やっぱりそのご夫婦の仲がすごいいいっていうのがね、こうなんかもう癒された今日本当に。いやー、なんかこういうなんかその夫婦っていいなってすごい思っちゃったよね。そこは思った。で、あー、なんか俺も彼女できたら、あ、そうなりたいなっていう感じで、だからいや、いいね、それはいいよ本当に。だから奥さんがやっぱりさ、器がでけんだよ、やっぱそれいいよね。
いや本当に心の広い人だなって思って、いや面白かった、とにかく面白かった今日は。まあ、あんまりそのお客さんのこと喋るのもあれだからあれなんだけど、本当に楽しかった。あと新事オフ参加した方、アビバーもぜひ行きたいと思いました。ありがとうございます。なんか横浜の館内でやってるんで、来週水曜日やるんで、来週の水曜日6月8日なんですけど、またやるんで、来たいなって方はよかったら。メガネ似合う、これメガネ似合う、ありがとう。黒縁メガネなんだけど、買って1年ぐらい。ありがとうございます。いやよです。ありがとうございます。多分誰か分かりますけど、はい。いやー、無理。無理。横浜がいい。横浜館内。ワディさん、そうですね。アイオクさん憧れ。まあ、すごい良かったよな。いや、本当に。今日はな、ほっこりしたな、ほっこりもしたし、やっぱり夫婦っていいなって思った今日、やっぱりそこだな、やっぱで話してても楽しかったしね、すっごい。その服もいただいて俺早速もうウキウキできて、もう放送すっかっつってなって、これ着てね、やっぱりこういただいたもんなんで、やっぱりで、もう美味しいお寿司もいただいて、もう本当に感謝感謝です。また来週やるんでお待ちしてます。ただそれだけでした。ただいやー、まあ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 、本当に良かった。すいません、もうなんか喋ることもあんまないんで、あのブラザーとなんか喋りながら帰って。バイトにいい感じの女の子いないの？いないっすよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。いい意味で楽しいっす。はい、じゃあちょ皆さんおやすみなさい。お寿司も食べたし寝ようと思います。最近ちょっと太ってきたんで最近ちょっと太ってきたなって思って、だからちょっと歩こうかな、やっぱね。今度さ、歩くオフ会とかどう？散歩するだけみたいな、みんなで無料で、なんかみんなで歩こうみたいな回、よくない？適当に。いや歯磨くよ、今から。いや大丈夫です。僕今日夕方からなんで、また昼ぐらいにまたなんかそのドラクエとか放送できたらいいなって思います。ありがとうございました、本当にみんな。